んばんは。はい、こんばんは、福田です。ラインライブ帰りの福田です。ラインライブ見ましたか？あとラインライブありがとうございましたみたいなツイートできてないんですけど、まあまあちょっと寝る前までにしようかな。明日かビリビリ10までやった、やってないよだからあれ別に10にどうだろう。私はあのあれ本番前にずっと銃でここにやってあーって遊んでたビリビリでもあれね、銃の大きさを分かってたらあーって感じだけど、いきなり来たらびっくりすると思うあきちゃん怒ってた、かわいい。そうそうそう、電気風呂みたいな感じなのかな、なんかマッサージみたいな感じだから、いきなり来たらびっくりするやつ。はい、 LINE ライブでした。いきりかが福ちゃんに名前呼ばれたって喜んでた。マジ嬉しい、かわいいな。あ、そう、今日は LINE ライブがあって、LINE ライブでSTU のフォースシングルの、フォースシングルのなんか MV とリリーベとジャケット写真となんかカップリング曲のタイトルとかが発表されました。イエイ。 STU のフォースシングルのタイトルは無謀な夢を覚めることがないに決定しました。あと福田のメール取ってる人、今日のお休みメールめっちゃ文章3行ぐらいしかなかったね、ごめんね。10時までしか送れないんだけど、もう10時58秒ぐらいに送ったの。だからもうやべえと思って送ったから、めっちゃ文章なくなっちゃった。ごめんね。今日のメールのお休みメールはちょっと殺風景で申し訳ないって感じでした。ごめんなさい。ちょっと時間ギリギリすぎた。なんか、もう10時じゃんってなっちゃって。ごめんね。許されよ。はい、無謀の夢は覚めることがない。なんて略すんだろう。無謀？無謀な夢？4枚目って呼ぶかな、普通に。どうだろう。まあそのうち馴染むでしょう。瀬戸内巡りどこ行くんだろう。なんかいつも香川とか愛媛とか徳島とか四国に行きがちだから、そう。でもどうだろうね、どういう感じで笑うんだろう。だってもうユニットもさ、やっぱ人がさいなくなっちゃってさ、たりさ、兼任が多かったりしてさ、多分ユニットだって回れないよね。どうなんだろう。2期生も加えて6人とかで回るのかな。6人ではなかったりして、普通に16人で回ったりするのかな、わかんないけど、まあなるべくいっぱいいろんな県に行けたらいいなって思います。香川住みだから秩父ヶ浜めっちゃ嬉しい。あ、そう、秩父ヶ浜っていう香川のあのめっちゃ綺麗な秩父ヶ浜っていうところがあるんですけど、そこで MV さとか全部撮影してて、すっごい映像とかも綺麗で、写真もめっちゃ綺麗なんで、またいろいろアップしていこうかなって思うんですけど、そう、日本のユニエンコ、映像でね、なんか MV の序盤はお昼なんですよ。ほんで中盤は夕方になってて、で最後はもう夜なんですよ。だからそういうなんか一日中撮影したやつのウユニ塩湖秩父ヶ浜の一日中の綺麗な景色が見れるから、 MV も全部フルでかかってる。まあ長いけど 3,4 分あって長いと思うんですけど、飛ばさずに最後まで見てほしい、1回は。
そして福田あかりちゃんが写ってるとこ探してください。お願いします。そう、福田はね、1番はねちょっと探せないと思うんですけど、あの2番の一瞬歌わりのとこに映ってて、で最後のおつさみ前のところにパパパパパパパってみんなが映るとこに映ってるんで、あのよかったら見てください。はい、再生回数伸ばしていきましょう。綺麗な MV なんで。ジャケットはタイプ C の通常版に載ってるんで、よろしくお願いします。なんか個人的には劇場版のジャケットがめっちゃ好き。そう、劇場版のジャケットがもうウユニ塩湖って感じ。劇場版ジャケット、ちょっと ST の公式載ってるんで見てみてください。劇場版のジャケットがめっちゃ綺麗なんですよ。なんでなんでなんでなんなんでそれ知ってんの、誰かメンバーやってる人絶対。なんでなんでなんでなんに聞こえるってやつ、あれかっこいい。なんか暗闇っぽい感じだけどね。そう、すごく綺麗なやつ。ポケモンゲットしまくりやがせやで。暗闇のさ、あの愛媛県バージョンの CD に似てる。え？てか暗闇って7タイプか8タイプあったの？やば。すげえな。おつたるです。なんで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 なん。カップリング曲、あ、そう、カップリングの瀬戸内の妹っていう曲があるんですけど、そう、それにミチューセンターで新しく入ってて、そう、あのその曲がなんとなんかタイアップです。シャメの感謝を取りました。ありがとう。広島のブライダルの会社さんとタイアップ、そうで、なんかあるらしいんで、 CM とかに流れたりするのかな、なんかまだ分かんないんですけど、そう、お楽しみに。タイアップって嬉しいね。すごいすごい。イメージカラーの時はさ、そのイメージカラーメンバーに選ばれなかったからさ、そう、そのタイアップと ST としてのタイアップみたいなすごい憧れてたから嬉しいね。ヒロテレブライダル情報センター、そうそう、どうなるのかな。だからさ、結婚の歌ってことかね、結婚の歌なのかな、結婚式で。だから STU のその曲が結婚式の定番曲になったら嬉しいなって思います。そう、だからファンの方とかでさ、よくさ、なんか最近今度俺結婚するんだとか言う人結構いるけどさ、今度からそういう人が来たら、え、じゃあ結婚式で瀬戸内の妹流してよって言おうって決めてる。そう、だから瀬戸内の妹は結婚式とかで流れたら嬉しくない？あ、もう曲は知ってるんですけど、曲は知ってるんですけど、もうレコーディングしたから。そう、でも結婚そのブライダルさんとどういうタイアップをするのかまだ知らないからね。
そう、もし今後結婚式あげる予定ある人はよろしくお願いします。流してください、瀬戸内の妹。ゆういちベン、ありがとう。なんかラブトリップのやつみたいにさ、なんか抽選で行きたい、結婚式でガチで歌いに行きますみたいなやつ、メンバーみんなで。はい、まあお楽しみに。まあ、1月29日発売だから1月29日には分かるんじゃないかな。福田と結婚式あげるよって OK、 長そうね。ありがとうございます。まだ時計止まってる、時計買わなきゃ。めっちゃ寒かったよ。こんばんは、こんばんは。MV 寒かった、マジ足死にました。カツヤベア、ありがとう。しかもさ、福岡の公園でシングル発売を初めて知って、で電池買おう、電池入れ替えたけどダメだわ、壊れてる。初めて知って、で積もう次の日になんかこういうやつですって聞いて、でその次の日にもう MV 撮影してたからマジで大変でした。あとショールーム期間中だったから、あ、ショールーム期間終わってたんだっけ。あ、ショールーム期間中か、いやショールーム期間が終わったんだ。福岡の次の、福岡のツアーの日にショールーム期間が終わった、福岡の日に福岡で終わったんですよ。だけどそのいろいろあって、その夜がバタバタしてたんですよね。それでそのもうすぐ MV 撮影だったからすごい大変で、そうダンスも今回は結構激しい系というか、今回パプリカの、パプリカの振り付けの人、辻元先生が振り入れ、振り付けを、そう、みち大変だったね、振り付けしてくださってて、風を待つの時も辻元さん、風を待つの先生と一緒、そう私風を待つ結構なんだろう、大変、風を待つが今までで一番大変だったけど、ペダルも大変だったな、風を待つが今までで一番大変だったけど、すごい風を待つ好きなんですよね。で今回も辻元さんで振り付けをしていただいてるので、これはパプリカの人なんだなって思いながら見てください。まだライブバージョンっていうか、ライブでやったことないから、いつやるんだろう、最初に分かんないけど、リリーベとかでやるのかな。はい、まあそんな感じでダンスにも注目です。なんか一瞬風を待つの振り入ってるんですよ、なんか感想で、タタ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 トントンって入ってるんですよ、一瞬。だからちょっと風を待つをここで、あ、風を待つの振り入ってるってやんできます。そう、
パプリカ知らんのだがやばいかな。あ、大丈夫大丈夫。私もあのあれ知らなかったから全然私も全然知らなかったけど、なんかメンバーがパプリカ踊ってて歌ってて、なんかあパプリカねこれみたいな感じで、何それ流行ってるんだよって言われて知った。そうすごいよね。だってさ、めっちゃ紅白でしかもやったじゃん。紅白でやるような曲を振り付けしてる先生にやってもらうってすごくない？すごいわ。あ、レコード大賞か。そう、レコード大賞すごいわ。340日おめでとう。あ、毎日アイドル340日、イエーイ、ありがとうございます。レコード大賞ね、ごめんごめん間違えた。すごいですよ。なんでちょっと今回の ST の楽曲も俺レコ大狙ったり紅白狙ったりできるかな。頑張ります。歌番組出たいな。なんか紅白も言ってたよ、だよね。照れたらいいなと思います。そう、みんなに愛される曲になればいいなと思います。そう、そんな素晴らしい曲が入った CD がなんと今キャラアニで買えます。すごい。ってか秋元先生が歌書いて辻元さんが振り付けってやば、豪華すぎる。はい、そんなやつがキャラアニで買えます。キャラアニで買えます。今福田会長のツイッターに飛んだらリンク貼ってます。しかもその中のメンバーの、瀬戸の妹と無謀な夢を覚めることはない歌ってるメンバー福田あかりちゃんと握手ができるってなんだと。よろしく。しかもそれの感謝枠っていうのは絶対に写真一緒に撮れるしサインもらえるらしい。券取ればおすすめのお題アメリケンや。すごっ。福田くいちゃんも監視枠毎日やるらしい。え、しかも握手会の日程は8日間もあるからどれか来れる日あるかもしんない。これは行かなきゃだ。すごすぎて信じられんげ。そらな、嬉しい。しかも通常版とか初回限定版は1600円か700円ぐらいするけど、劇場版握手券ついてるのに1100円か1200円ぐらいです。にゃんだと。これは絶対行かなきゃだ。そしてその会える福田あかりちゃんはこのショールームで写ってるこの感じより実際に会った方が100倍可愛い。これは行かなきゃだな。100倍面白い、イエーイ。これはあって確認しなくちゃだな。100倍声で書いて噂に聞く、それは否めん。
もう一声、もう一声。 STU の告白は私の個人の感想で体感時間ですが、 AKB の告白よりちょっとだけ剥がしが緩い日が多い気がします。青におしめっちゃ可愛い、ありがとう。まあ剥がしぬさんの強さは人によるけど、若干緩い気がする日が多いまあこれは決して約束できないけど、ファンの方もよく言ってる。しかも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 、今 B 期間受付中ですが、これが明日の13時までだそうです。なんで明日の13時まで頼んだ方がいいよっていうかっていうと、 C 期間は始まるんですけど、後々ね、 C 期間始まっちゃうと C 期間の受け取りは代引きのみなんです。代引きのみってことは、お家の玄関で受け取らなきゃいけないってことでしょ、基本的には。ってことは、もし家族と住んでいた場合に自分以外が受け取る可能性が出てきちゃう。これはまずい、まあ、全然まずくはないけど、人によってはちょっとまずいかもしれない。ちょっと思春期とかだと恥ずかしいって思う人もいるかもしれない。手数料もかかってしまう、代引き手数料も。はい、代引きはあと仕事とかで家にいないときは受け取れないから、代引きはまあ最悪家に届くは、まあ全部家に届くけど、代引きはお金払わなきゃいけないから絶対受け取らなきゃいけない。宅配ポストとかでもダメじゃん。だから絶対 B 期間の方が楽だよ。まあ、代引きでもいいと思うけど、B 期間の方が絶対楽。なんでぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。代引き郵便局の受け取り可能、あ、だそうですだそうですはい、来てっていうか、本当にだからいろいろ言ったけど、結論来ちゃえば楽しいから、マジだってさ、これからいつか握手会行くぞしてさ、まあ、おたかつする上でさ、握手会行くおたかつが長い方がよくない？握手会を経験した人生が長い方がよくない？今後メリケンやも取り残んでくれるの、ありがとう。そう、ありがとう。娘連れて行きます。え、来て来て、嬉しい。そう、キャラに。でもし福田推しじゃない人は、で福田の券取ってない人はまずお試しでいいから、一回だけでも来てほしいです。よろしく。監視枠も来てください。はい、で当日さ、握手会来たらさ、やば、券足りんってなってるもん、みんな。もうちょっと話したいってなってるもん、みんな。みんななってるから、絶対なるから、当日の俺の自分の気持ちを読んで、絶対なるもん。どの時間にしようかなって迷ってる人は2時間目と8時間目がおすすめです。あと監視枠、2時間目と8時間目がおすすめです、全日程。よろしくでしょ。だから喋ろう。曲止めにしてるの、よろしくお願いします。そう、待ってます。会えるちゃん、会える時に会おうっていうことを言うと、やめるのかって言われるけど、別にやめるとかやめないとかじゃなくて、
本当に会える時に会おうって思うから言うてる、いつも。広島行ったことある？広島住んでる、今ナウ、広島ナウです。そうで、握手会、今日ツイッターで握手会、これね、3、4日考えてね、3日ぐらい前にこういうの作ろうかなと思って書き始めて、で2、3日ずっと付け加えて消してってやってて、で昨日の夜に夜な夜な削ってちゃんと4枚に収まるようにして、満を持して、あ、やばツイートしなかった、肝心のツイートしなかったと思って今日ツイートしたんで、よかったら今日ツイッターで握手会の気になるかなって思う点みたいなツイートをしたんで、よかったら遊びに来てください。なんか握手会初めて行くのが一番ハードル高いと思うんでね、多分一回行っちゃえばね、結構みんなね、あのもう慣れた顔で来てくれるんだけど、初めての時が多分めっちゃ緊張すると思うんだよね。あと分かんないし、普通に勝手が本当に分かんなくない？まず行ってどうするみたいな、分かんないじゃん。初めてのオタ活だったら友達も現場にいないだろうしさ、聞きにくいじゃん。まあツイッターで聞くかもみんな、分かんないけどね、絶対緊張する。1回目の緊張はもうレベチだと思うんですよね。だからまあとりあえず一発目は服団とか着な、マジで大丈夫だから。服団見て、緊張しなそうでしょ、全然もう全然緊張しないから本当に。うん、もう初対面でねの感じしないと思うよ、大丈夫、マジ大丈夫。っていうか周りみんなそんなんだから、みんなもうビギナーだから、最初は大丈夫。初見です、ありがとうございます。はい、なんでそう思ったよりこのままやった、そうなんです、こんな感じなんで大丈夫大丈夫。あ、じゃあ一発目、一言目迷ったら、じゃあ3つ提案しとく。一言目、握手会の一言目、マジで一言目迷ったらね、一つ目、今日握手会初めて来ました、これね、こうやったらもう、あ、こっちも、あ、初めてなんだなと思うから、それで初めてなんだなっていう気持ちで来れるじゃん、こっちもね。でもう一個、二つ目はショールームいつも見てます、今ショールームってことはショールーム見てるってことでしょ。二つ目、ショールームいつも見てます、これ言ってくれるともうね、マジってなる、こっちは。初めてじゃないとか初めましてっていうパターンは、それはアイドルが一番あの嫌というか、アイドル にそれは好かれないよ本当に。初めまして詐欺は悲しくなるから、なんかなんでそんなこと言わしちゃったんだろうなって思う。そうだから初めまして詐欺は本当に良くないまあ状況にもよるけどね。3つ目はどこから来ました、そう、東京から来ましたとか、香川から来ましたとか、なんか広島から来ましたとか、そう、別に広島の握手会だとしても、広島、俺広島の人なんですよって言ってくれれば、あ、そうなんだ、どの辺なのとか、なんかあ、この前宮島行ったよとか、なんかあるじゃん。だから場所系は共通の話題になりやすいから大丈夫。そうで、あ、私もそこ行ったことあるよとか、あ、そこはどんな場所なんですかみたいなこともなるから、まあ、とりあえずマジで特別これをアイドルに伝えたいっていうのがなくて、本当に喋るのがどうしようってなったらどこかだから来ました、これは絶対使える、これはアイドルに限らず
アイドルと STU に限らず使える、はい。まあ、この3つは本当に初めてでマジでどうしようって人向け。それ以外だったら別に普通に喋りたいこと喋ればいいと思うけどね。そう、あとはもうどうしようってなったら可愛いですねって言っとこう、うん、それが一番。そう、会いに来てください。今日のツイート、どんな服で行けばいいの？ジャージでも清掃でも OK、 お仕事帰りでスーツで来る人もいます。露出があんまない方大丈夫です。マジでそれな、マジでどの服でもいい、なんでもいい服、セーターティーとかでもいいし、他のアイドルさんの、そう、キャラクターものの T シャツでもいいし、スーツでもいいし、ジャージでもいいし。そう、裸はダメですそれは世間的にダメです。はい、服にこだわる人はなんだなんだ、何着ればいいんだろうな。じゃあ、ある意味二人きりの時間だから、なんだろう、私もめっちゃなんだろう、このショールームとかは結構レッスン帰りの服とか、まあ、たまになんか普通におしゃれなワンピースとか着たりするけど、結構ラフな感じなんですけど、ショールームは握手会はちゃんとお出かけ行けるような格好をするんですよ。だからなんかみんなもお出かけ行けるような格好だったらいいのかなとか、あ、もう普通に本当に何でもいい、コンビニ格好でいいよ、コンビニでいい、コンビニで。はい、あと三遊女は可能なの？三遊女は可能、握手券あれば。そう、あ、彼女に会うつもりで、確かに彼女に会うつもりで、あ、それもあり、そういう考えもあり、うん、いいよ。福田に会いに来てください。一番驚いた格好の人、いるかな。一番驚いた格好、あんまりでもそんなギョッとする人はいないけどね。なんかもう こっちから、私はもうコスプレとかで来るのは、あ、でも最初はびっくりしたかもしれない。だけどもうコスプレとかで来るのも人も全然いるから、そう、大丈夫、ギョッとされません、面白がるだけ。あ、でも、もうここが全部缶バッジの人とか、そう、すごい、めっちゃこれ昔のやつとかじゃん、すごいみたいなとかあったりはするけど、まあ別に本当に何でもいい。そう、そう、再入場は可能です、基本的に。で、握手会って何話すの？世間話、公演やコンサート、ショールームの話などなど本当に何でも喋れます。昔からの友達と話すような気分で来てくださると嬉しいです。あ、遠距離の彼女で久しぶりに会う感じ、いいね、いい、なんかロマンチックな感じじゃないですか。ちょっと困ったらとりあえずアイドルの顔とか服装褒めとこ、可愛いねって言っとこ、マジでこれ。私がみんなに聞きたいことご参考までに、趣味のこと、旅行、スポーツ観戦、ペット、音楽など好きなことを教えてください。そう、興味のアイドルのって話でも大丈夫。それな、なんかさ、なんかさ、何喋ろうかなと思ってさ、例えばめっちゃ例えばだけど、じゃあなんだろうな、アイドル、将棋が趣味、将棋が趣味だとして、あなたのね、将棋が趣味だとして、でめっちゃ将棋に詳しいみたいな、将棋めっちゃ強い、なんか強いっていうか将棋にめっちゃ詳しいみたいな人がいたとして、でも俺は話せるとしたら将棋だなと思う。だから別に福田ちゃん将棋とか絶対興味ないよなみたいな、全然いい、
全然いい。教えて。趣味将棋とかめっちゃ面白いじゃん。え、そんな人私の周りにいないもん。俺に聞かせてってなるから、本当に私が興味なさそうなことでも全然いい。マジ初見です、ありがとうございます。本当に何でもいい、マジでいい。乃木坂について全然いい。もう乃木坂さんについてでも欅さんについてでも、私は SK48 さんの話をしてくださる方がすごいんですけど、もちろん SK48 さんの話でももう何でも OK、 ぜひ話してください。鉄道のことでもいいです、いろいろ教えてほしい。なんか私ってかアイドルはっていうか、まあ、私はなんですけど、なんか学校も広島じゃなかったし、広島に、ま、マジで友達いないんですよ本当に。香川の子ってあんまりこっち方面行かない、みんな関西とかに、関西とか東京とかに行っちゃうんですよね、学校進学とか就職も割と東京とかに行っちゃって、全然広島とか、広島に本当に友達がいなくて、だからメンバーとかスタッフさんとしか喋らないんですよ普段。だからマジで刺激がないというか、なんかそれ以外の環境の人と喋ることがないから、いろんな人と喋れる握手会っていう機会がすごい貴重なので、だから何の話でもしてほしい。もう猫の話でも全然 OK、 本当にいろん、もうまず話してくれるだけでありがたい。だからマジで何でもいいです、趣味のこととかお仕事とか学校のこと、うん、仕事、こんな仕事やってますみたいな、教えてほしい。おしめの話でもいいよ別に、福田落ちじゃない人はおしめについて語って、めちゃめちゃ高柳茜さんが好きみたいな、もうマジで好きなんですみたいな話教えてほしい。はい、あときっかけ、ここに来たきっかけ、この人はどういう経緯でここに来てくれるんだろうってめっちゃ気になる。 ST を知ったきっかけ、福田との馴れ初めなどを知りたい。知りたい。え、まずさ、みんなショールームっていうアプリを入れたきっかけ何？オーディション？なんだ、見つけた気がして。私？コメントを入れたい。あー、STU きっかけ。総選挙。タレントが言ってたから。AKB が始めたから、ふんふん。欅の新曲、あ、乃木坂さんの配信のため。欅坂さんとか乃木坂さんもねやってますもんね。あー、やっぱでもやっぱそういうきっかけがいろいろあると思うんですよ。って聞くだけでもいろいろあるじゃん。でしょ。だからもう握手会に来るきっかけなんていっぱいあると思うんですよ。だからまずさ、キャラリーまでたどり着いてる時点で結構アイドル好きだと思うんですよね。だって私さ、まあ AKB さんのそのヘビロテとかリバーとかそういう時期の時は AKB 好きで、周りの友達もみんな AKB 歌って踊ってたけど、キャラに、その時キャラにあったのかな、わかんないけど、私も小学生だったから。キャラになったのか知らないけど、その怖くとかいうものにたどり着くとこまでね、誰も言ってなかったよ小中学生の時は。だからなんだろう、その握手会に行こうっていうのをし考えに至ってる時点で結構アイドル好きだと思うんですよ。そう、だからみんなもキャラにっていう存在を知ってる今がすごいと思う。だいぶオタク様たちの中でも上の方の情報量の方だと思うんで、キャラアニを知ってる時点で。私はね、やっぱ STU 知ってるけど、握手会のも知ってるけど、申し込み方知らないって人はめちゃくちゃ多い。マジでみんなすごい。握手会どうやって行くのか、本当に AKB だいぶ好きな女の子の、まあ、いわゆるファン、テレビとかで AKB って
って言ったらキャーってなるぐらいなる感じの、なんだろう、まだ財力のない感じの子供の時のファンの握手会行きたくてもやり方分かんなかったから、めっちゃ好きでも、だから握手会に行こうっていう考えがあるだけでみんなすごい、そうめっちゃ褒めてるよ。で握手に行こうかなと思ってくれてる時点で本当に嬉しいんですよ。そこまでたどり着いてくれてるのが、若い人でも行っていい、もう全然来て、めっちゃ女子高生とかいるから大丈夫だから、本当にすごいなって思います。なんでだからそういうきっかけも教えてほしい、握手会行こうと思ったきっかけとか。でその中でも STU4 アイドルの中でも48は知ってる、 AKB は知ってるけど、まあそれ以外はまあ大阪とかにあるんだっけ、知らないよって人が大半だと思うの。だけどその中でも STU48 というグループを知ってるだけでマジで神様だし、その中で握手会行こうって思ってるだけでも本当にすごいし、からの握手会申し込むブラウザまで飛んでる、最高マジ救世主。からの福田あかりちゃんを知ってる、うわーもう、うわ年賀状送りたい、ともちゃんベアありがとうって感じなんですよ。あ、俺は神様ほんまじで。それえ、その中でも福田ちゃんが好きなの、え神様かな、えもしかして世界救ってます前世でってぐらいなんですよ。だから本当に偉い、だからそのきっかけ教えてほしい、私のことを知ったきっかけとか、よろしくお願いします。多分 STU 知ってても個人名は知らない人ばっかだと思う。そうだってさ、みんなテレビでさ、まあ、何々っていうアーティストが出てて、このアーティスト最近よくいろいろ出てるよねって言ってるけど、そのボーカルの人の本名知ってる？知らないでしょ、めちゃくちゃ有名なグループでも。ってなるから本当に福田あかりっていう個人名を知ってるだけでもマジで偉い、ありがとうでございますって感じなので、でしょ、だから本当に素晴らしいと思います。でその奇跡に、奇跡にめくり合ったので、せっかくぜひ会いに来てください。カッコワイプベアありがとう、でしょ。しかもさ、別に私センターとかじゃないよ、センターとかじゃないのに知ってるんでしょ、すごいよマジで、本当にすごい、本当にすごいと思う。そうだからせっかくそういう風に巡り合ったんだから、ぜひ会いに来てほしいです。めっちゃ待ってます君のことね。はい、そういうきっかけを知りたいですね。あと何話したっけ、あと握手会で話すことね。あとは近しい人にはあまり言えない秘密のお話、マジでこれな、私にいろいろ言ってもみんなの同僚とか友達とか家族とか恋人とかに告げ口しないしできないから大丈夫、マジで言って、なんでも本当に言って、言えないこと、実はこういうことを考えててさとか言ってください。私も誰にも言いふらさないし言いふらせないから、本当によろしくお願いします。はい、何でも言ってください。人生相談もします、責任は持てませんけどお願いします。ね、大丈夫で、あとは、まあいろいろね、 STU 以外の好きなアイドル話とか自分が好きな、あ、なんかアーティストの話とかも全然してください、はい、弱みとか握らないから大丈夫だって、はい、あと監視枠があるんですよ。監視枠は あの券を取りさえすれば抽選なしでツーショット写真会とかサイン会ができます。これは握手もできます。フォローしました、ありがとう。握手もできますのでぜひよろしくお願いします。で感謝状あるよ、感謝状ある、感謝状あげる、全員にあげる、
この話見てたら撮ってま撮って撮って来てよ待っとるけん。であの時やばいこの話見てたら福ちゃんなんか撮ってまうって言ってた人ですって。でね、あとショールームでコメント結構よくしてくれてる人はね、あのね、私ショールームであの何々さんありがとうございます、何々さんありがとうございます、何々さんありがとうございますあんま言わないけど、結構名前アバターかな、なんかこういうコメントよくしてますって言ったら、あいつも来てくれますよねって結構なるので、言ってくれたら、はい、なんでよかったらいろいろコメントしてください。私読んでないけど結構見てます、皆さんのコメントよろしくお願いします。あとはメール取ってくれてて、メールのメールの返事 ST48 メールっていう、まあ、AKB でいうプラメみたいなのがあるんですけど、 ST48 メールを配信してるんですよ。で ST48 メールを受信してくれてる人はなんか結構 Twitter でハッシュタグ福メールで返信をしてくれてるんですけど、あのその福メールでよく返事してくれてる人とかはあの福メールを毎日見てるので、あの福メールでよく返信してる何々ですって言ってくれたら、多分結構あいつもありがとうございますって分かると思います。はい、そう、福メールとか、よろしくお願いします。し別にそういう前振りなくても突然来てくれても全然大丈夫、嬉しい、新しい出会いに感謝。はい、写メ会のポーズはイエーイとかハートこうやって作るやつとかグーグーグーとか高雪とかベアーとかニャーとか STU 出航とか、なんかそんな感じでうどんで決まりとか、あとはうさぎとかガオとかやっほーみたいなとか、こんなやつとか何でもいいです。はい、スタッフさんが撮ってくれます。撮りましょう写真一緒に。あ、エイトさんのファンの方ならエイトポーズもしますよ、全然何でもいいです。まあピースが無難かな、わかんないけど何でもいいです、来てください。サイン会は色紙とか持ってこなくてもいいです、こっちがサイン書く用の紙用意してるんで、あの普通に握手券と身分証明書があれば大丈夫です。本当に来てください、握手会お待ちしてます。ショールーム初見です、ありがとうございます。名前の用紙は当日もらえるよね、多分もらえるから大丈夫、家から持ってかなくても。はい、とりあえずキャラリに行ってください。そして後悔しないように申し込んどいてください、福田の握手券取ってください。明日の13時まで B 期間が終わっちゃうのでよろしくお願いします。近しい人に話せない話してもいいですか。いいよ、そしてよかったらメールも取ってください。誰でも来て大丈夫です、老若男女大丈夫です。握手券何枚あればいいの、何枚、人によるけど何枚だろうね、
本当に人によるって感じ。皆さんの、だから何枚あればいいの、何枚でもあった方がいいよ、もちろん多いければ多いほど、絶対に多いければ多いほど絶対いいよ、せっかく来るんだったらその場所にね。だけど、まあ、いろんな事情があると思うので本当に何枚でもいいと思います。福田あかりは何回来ても絶対に事故らないです、大丈夫です。ループとまとめはどっちがいいのか、マジで人によるね。もうなんかのこの話をじっくりするんだというのがあったらまとめがいいかもしれないけど、ループか、なんかレーンがスカスカだったら、で私が暇そうにしたらもうループすればいいんじゃない。もうで結構時間的帯とかそういうので結構並んでて一回回るので時間かかりそうだなと思ったらまとめたらいいのかな、どうなんだろう。本当に別にグループの方が好きとかまとめの方が好きとかあんまりないですね、はい特に皆さんの気分でいいと思います。よろしくお願いします。そう、人の話すくの好きですよ。一回何秒ぐらいかは公表されてないし、メンバーも1枚何秒ですとは全く言われたことはないので分かんないです、ほんと体感って感じ、うん、でもどれぐらいかね、こんにちはこんにちは、この前公演ですごい、なんだろう、この前公演可愛かったよ、本当ですか、ありがとうございます、どの曲が良かったですか、何々って曲が良かったよ、ありがとうございます、また来てくださいねぐらいはいけるんじゃない、わかんないけど、でもこれもほんとなんかあれよね、日によってさ結構ばらつきあるっちゃあるけど、わかんない何秒なんだろうね、わかんないや、でもほんと話すスピードとかにもよる、 2往復3往復ぐらいはできるんじゃない。うん、まあ私はなるべくパッと言葉を返すようにするんで、はい、皆さんぜひ遊びに来てください、どんなお話でもお待ちしてますっていう感じで、まあ半に終わろうと思います。ループもできます、ループも待ってます。クルタンベアありがとう、ぜひ遊びに来てください、まあ、今喋ったようなことは今日ツイッターでつぶやいたんでよかったら見てください。うん、お待ちしてます。握手会に行ったことなくて、でもビビっちゃうからやめようって思ってる人はマジで行って来て、握手会のこと全く分かんなくても大丈夫、マジでみんな分かってないから大丈夫、本当に大丈夫っていうか、そういう初めて来る人が来てくれないと持たないです、私たち毎回もうお互い様よ、それはそう、持たないっていうのは、新しくそうやって来てくれる人が増えないと困るというか、なんてなんだろうね、なんかやっぱり新しく来てすごい握手会っていうイベントを経験してくれる人を増やしてほしいし、なんかアイドルやってる以上やっぱりファンの人を増やしたいなっていう気持ちがあるし、 STU のファンの人を増やしたいっていう気持ちもあるので、
やっぱりね、いろんな人に会いたいから、本当に初めてだから、雑に扱われるってことは絶対にないし、すごく初めてで緊張しちゃって何も喋れなかったっていうのも全然大丈夫。それは全然みんな初めはそうし、私とか STU も昔からもう 2,3 年前とかから応援してくださってるファンの方も、新しいファンの方が増えるのをすごく喜んでくれるし、福ちゃん最近レーンに人増えてきたねっていうのをすごくなんか自分のことみたいに喜んでくれるファンの方ばっかりだから、すごく嬉しいなって思いますし、ファン並んでる時にファン前後のファンの人に聞いたらいいと思うよ、なんかこうしたらいいんですかとか、握手会のレーンで並んでる間に仲良くやるとか結構あるあるだと思うしね。なんか無理して友達作んなくてもいいと思うけど、友達にならなくてもレーンに並んでる前後の人とちょっと一瞬喋るぐらいの仲になってもいいと思うし、本当にみんな優しい、てか趣味が一緒だからね。ただ前の人がめっちゃ小面の人だとしても、その人も STU が好きっていう趣味は一緒だし、なんだろう、本当に大丈夫、絶対に大丈夫です。で、あとめっちゃ知恵袋とかで調べたりすると思うけど、初めて行くときって握手会服装とかめっちゃ調べると思うけど、もうほんとね大丈夫だから、マジでほんとに大丈夫、なんかあったら私が助けるから安心してくださいね。ほんとにみんないい人だから大丈夫だよ。というわけで、はい、もうというわけでそろそろ終わりたいと思います。うん、マジでほんといろんな人がいるから遊びに来て、ご夫婦で来る方もいるし、親子で来る方もいるし、友達で来る方もいるし、一人で来る方もいるし、全然大丈夫です。というわけでありがとうございました。よかったらフォローしてください。壇上読みます。よいしょ。黒白、福ちゃんは瀬戸の妹よりその花嫁にしたい、無謀の夢だとは思わない、福ちゃんへの思いは冷めることがない、ありがとう。勝也、ありがとう。たまちゃん、よろしくお願いします。松前、ただの松前です、ありがとう。柏木まさき、ひらゆらを見たよ、福ちゃんの可愛さに恋してしまった、今日眠れないかも、やばい深夜テレアのおじさまです、ありがとう。りょうたあるさん、くちゃくちゃくちゃん、ハートハート、福田です。ゆういち、ありがとう。やしげき、くちゃん、かみよし、確かに自分が握手に行くことになるんで、福ちゃんのせいです。フォース早く披露してるとか見たいね、早くフォースみんなに見せたい。かんちゃん、ありがとう。金持ち先生、長期入院中、福メールさえなければ他のメールでは満足できただろうに。福メールは福メールの効果だな。クルタン、キャマクちゃん、かわいい、36回目、無謀の夢めっちゃかっこいい、ありがとう、 CD 楽しみですね、早く届きますように。青によし、シャインライブありがとうございます。フォース MV かっこいい、サブが頭の中けよくてます、公式 YouTube 見送ります、見送ってください。皆さん MV 公開されたんで、ぜひぜひ来てくださいね。そしてそれでは、私が福田はつらせとうちって言ってください。青にまさと、福田はすとうち、3度の飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さんお疲れん、小泉みずみでした。また明日よろしくお願いします。よかったらフォローしてください。ツイッターとかもよろしくお願いします。メールも受信してください。それではまた明日も頑張りましょう。バイバーイ、おやすみー。